デンマンはアイルランドで生産、イギリスで調教された競争馬である。2008年のチェルトナムゴールドカップに優勝した。2005年10月にウィンカントン競馬場で行われたノービスハードルで初出走、初勝利を挙げ、その後3連勝でノービス G1 のシャローノービスハードルに優勝。連勝は5戦目のチェルトナムフェスティバルで行われたロイヤル サンアライアンスハードルで、ニカノールの2着に敗れて途絶えたが、翌2006、2007シーズンにはチェースに転向して、再び連勝を、開始、5連勝で、ロイヤルサンアライアンスチェースを圧勝した。そして2007、2008シーズンは、初戦のヘネシー・コニャックゴールドカップで11ストーン12ポンドの、トップハンデながら2着に11馬身の差をつけて、勝利すると、 同じポール・ニコルズ旧車で、毎シーズンに6連勝で、ゴールドカップを制した、コートスターと共にゴールドカップの最有力候補となった。そして、アイルランドのレパーズタウン競馬場で行われた G1、レクサス・チェイス、ニューベリー競馬場で行われた G24 チェイスに連勝した。本番のチェルトナムゴールドカップでは、コートスターとの2強対決と見られたが、 デンマンはレース中盤から先頭に立ち、追走してきたコートスターを突き放して優勝を決めた。2008-2009シーズンはグランドナショナルに挑戦することを表明して大きく話題になったが、体調不良から初戦が2月のレビーボードチェイスまでずれ込み、そのレースも4番人気、マディソン・ドゥバーレーから大差の2着に敗れ、その後グランドナショナルの回避を決定した。 チェルトナムゴールドカップでは単勝8倍と大きく人気を落としながらもコートスターから13馬審査の2着と検討したが続くエントリー競馬場のボールチェイスでは直線を向いて優勝争いをしながらも最後から2番目の障害で転倒したその後2010-2011シーズンまで現役を続け2011年4月のボールチェイス5着が最後のレースとなった 引退後は、膝の痛みに苦しんだ。痛み悪化は収まらず、2018年6月5日に安楽死された。ありがとうございます。